はい、というわけでプレイしていきたいと思います。ヒット、今回はね、アップデートが来まして、アバターが増えました。学園もののアバターが増えましたので、それのアバターガチャを引いていこうと思います。このスクールアバターってやつね。で、レナーで引こうかな。レナーはなんかね、レナーこれガチャっていうので、今までのやつが全部出るみたいなガチャが来てるらしいんで、それを引いていこうかなと思います。見ていこう。これだね、レナコレアバター10連いきます。2回は引けるかな。ではね、ではね、うん、これでいいと思う。いきます。はいはい、来い。来るでしょ。羽が追加されたんですよ。結局先日ね、あれ引いた直後に、なんか発表されてマジへこんだんだけど。お、いいんじゃない ?1,2,3,4,5。5枚あるよ。とりあえずこれから引いてって。おー、いろいろあるね。よし、行こう。バニーガールのレオタードとか、そういうのもあったんだね。行きましょう。来い !SSSSSS 足りないね。来い。うわ、来た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 、トリプル S 来たー。これ新しいやつなのかがわかんないけどね。おー、まあ SS ね。SS ね。あー、どうなのこれ。ビャッコ。多分今回のやつじゃないよね。今回のってなんだっけ、わかんないな。多分見た目からして多分学生ものっぽいやつだろうから、これは違う気がする。はあ、強くね。いや、これ今回のじゃない、もしかして。ちょっと調べてみる。調べてからやれって話だよね。あー、どこかどこか、違う。記事一覧、アップデート内容これだ。レナのアバターガチャからはね、あれが出るらしいです。羽が出るらしいです。レナアバターコレクション、どうなのこれ。当たりなのか外れなのかがわからない。今度調べてみようか。これ違う気がするけどな。鈴ってついてる。鈴ついてる。これだ。これ違う。これ多分最初のシリーズってことか。ライダーシリーズとかなんかいろいろあるし。わからんね。まあいいや。とりあえずもう一回引きます。トリプル S が出たのは間違いないから。お願い。どう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 。1,2,3,4,5。5枚確定なのかな、もしかしてこの、これは。お邪魔メイド。あ、お邪魔メイドでした。いいね、いいね。いいよ。開けるよ。左上から。来い。違う。違う。え、やばくね？あら。あら、やっちゃったね、これね。つかさ、学園もの出てこないんじゃない？ちょっと待って、トップへ戻る。なんか誤表記があったらしいんですよ。誤表記かなんか。で、お詫びの1000ポイント配布されてるんだよね。あれ、ちょっと待って。ちょっと排出のなんかとかないの？あるじゃん、あるじゃん。どれがどれよ。これじゃない。俺アバターが見たいんだよ、アバターが。ただのアバター召喚カードで確認してみようか。アバター召喚カード、これだね。お休みレナの。あれ？これ普通のレナじゃね？このレナなんちゃらは？
待って、俺間違ったの引いた？え？嫌な予感がしてきた、嫌な予感がしてきた。俺発狂しそう、今。これもしかして俺。あーれー、俺やっちゃったやつじゃねえの？これやっちゃったやつじゃねえの、俺。これアバター召喚カード引くべきだったんじゃないの、俺。なるほど。なるほど。あーは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 ー。俺にわびいしくれよ。こんなの出てきたらレナ引くだろ、そりゃ。はぁ？え、じゃあレナこれ引いたら外れです。皆さん気をつけて。え、羽ってどっか出んの？羽。あ、でもこっちは羽出てるね。SS 羽って。はい？はい？終わってるわ。やったわ。完全やったわ。完全やらかしたわ、俺。気をつけてみんな。引くのは、レナコアじゃなくて普通のアバター召喚引きましょう。終わってんな。終わってんな、おい。終わってんな、終わってんな。俺6000。バカだわ。とりあえず報酬でね、ちょっとだけあるんですよ、これが。これ違う。受け取っちゃった。で、お詫びのやつも受け取っちゃった。これがお詫びです、メンテのやつのね。あと700ポイントぐらいどっかが湧いてこねえか。これ受け取ってないのあるんじゃねえの？あった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 。うーわ、冷や汗出てきた。マジ辛い。よし、3000いった。これでトリプル S を引けば挽回。ガチャ。間違ってもこれだからね。レナこれ、引いちゃダメだからね。最悪だわ、ほんと。います、引きます。アバター10連。うん、間違ってない。これでいい。うわぁ。お願い、マジトリプル S。前職トリプル S。やばい。やばいわ。完全やられたわ、もう俺。完全やられましたよ、俺。トリプル S 今から来るかもしれんやん。終わった。終わった。あー、やらかした、やらかした。マジかよ。250ってあと3000まではもうほど遠いわ。泣きたい。泣きたいです。そしてこの前のこの、なんかイベントみたいなのどこ行ったん？レナの。もしかしてあれ終わっちゃったやつ？あ！終わっちゃったやつ？え？マジで？あ、マジっすか。あれ終わっちゃったの？ SSS 武器とかあったのにね。マジか、手が震えてきた、どうしよう。何すればいい？ジム15。15じゃ何もできないっていうの。3000ある !3000 ある !3000 ある !3000 ある。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁いける。いける。もう、これで。これで挽回するぜ。行くよ。行くよ。今度こそ本命で。最後。ラスト。はい、来たー。どうよ、ちょっと多いんじゃない ?1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。OK! さっきの分取り返した。さっきの分取り返したよ。取り返したよ、取り返したよ。さあ、行こうか。左上から。来い！残念。次。残念。お願い、トリプル S！ トリプル S！ トリプル S！トリプル S！ トリプル S！
ってんな。というわけで、引いたもの見に行こうか。しくったわ、いっちゃん最初に。一番最初に SSS 引いたけど、これが古いのだったっていう、もう俺どうすればいいね。しかも新しいやつ引けてなくね？これ新しいやつ？お泊まりねえのか、これ違うね。つかまず。これ違うでしょ。新しい武器引けてないよね。うーわ、最悪。というかさ、1234パック開けて SSS1 個しか出てないっていう、そっちの方が俺は辛いよ。全スキルクリティカルダメージ増加 8.2% クリティカルダメージ減少、体力2100。どうなんだろう。まあ、火力が1000上がるから全然いいんだろうね。で、ヘッド。ヘッド SS やん、もともと。どっち？俺、黒髪の方がいいな、まだ。攻撃力上がっちゃうじゃん。うん。断然こっちの右の方がいいね。防御力だってこっち。1280ダメージ 1.6% 減少、移動速度左かな。これはやっぱ新しいやつの方が強いんだよ。見てこの防御力とか攻撃力の値、どう見ても左のやつが強いっつうの。うわマジか。全然新しいやつの方が強いですね、この見てる感じ。次、防具。ほら、同じ、同じ SS じゃねえな。まあ、クリティカル率の方をとりあえず装備して、これ対戦って書いてあったんで、あれですね。防御力じゃねえ。対人用だね、この装備。ちょっと、飛行機飛んできたね。オスプレイだね、これ絶対。ちょっと、音下げます。オッケー、飛んでったね。やっぱ見てよこれ、圧倒的に古いやつより新しいやつの方が強いじゃん。意味ねー、意味ねー、意味ねー。圧倒的に防御力攻撃力弱え。やらかしたわ、やらかしたわ。途中で気づいてよかったけども、途中じゃねえ、もうほぼ引き終わった後だもん。うわ最悪。マントは引けないでしょ、これだな。次これか。攻撃力ね。防御力も上がるんじゃん、俺。両方上がっちゃうよ。え？攻撃力も防御力も上がって、クリティカル率上がって、攻撃速度 0.7%。やば、鬼。うーわ、ほんとこれの SSS 引きつったら俺、マジ、神がかったのにな。マジやらかしちゃったね。パニカムルとかどうせゴミでしょ。うわ、ゴミしか出ないガチャを俺は引いてたの。ショック。やっちゃった。そして羽は出なかったしね。つらっ。というわけで今回ご視聴ありがとうございまして、やらかしました。皆さん気をつけてください。もうね、今分かった、俺は。お詫びの意味がよく分かった。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。